はい、アップルウォッチマンことアモピーです。今日はね、ニューススタジオからお送りします。6月7日にね、 WWDC21 にてね、 WatchOS8 のね、内容が発表されましたので、ね、ご紹介したいと思います。これはね、新しいソフトウェアの話ですので、まあ、ハードウェアではありません。今持っている方もね、対象となりますのでね。まずね、対象のね、機種だけね、お伝えしときますね。対象機種はね、シリーズ3から5で SE と6と。ただしね、機種によってね、制限事項がね、あるかもしれませんので、その点はね、ご注意ください。それでは行ってみましょう。まずね、マインドフルネスっていうね、アプリ。まあ、これ初アプリだと思うんですけれども、マインドフルネスアプリはね、ユーザーの気持ちを落ち着けるためのメッセージとアニメーションが文字盤に表示されるようになるようです。まあ、よりね、精神的に安定できるという形になっていますので、まあ、今ね、呼吸アプリがね、ありますけど、まあ、あれに近いアプリなのかもしれません。まあ、あれを進化させたっていう感じですかね。Apple Fitness Plus のね、新しいワークアウトという形でですね、ピラティスと太極拳というものがね、追加されるようです。まあ、これね、使っている方にはね、これを使える可能性があるという形でね、お待ちになったらどうかなというふうに思います。で、次にね、睡眠時呼吸数のね、記録がね、利用可能になるようです。で、1分間のね、呼吸回数がヘルスケアアプリでね、記録されるということで、睡眠時無呼吸症候群などをね、把握することができるようになるというふうにね、期待されているようです。で、次にね、新しい文字盤、ね、ポートレートというものがね、追加されるようです。で、新しい文字盤ポートレートはね、人物やペットの写真などをね、文字盤に設定できるようになり、ポートレートの文字盤をタップし、設定した写真を共有したり、簡単にメッセージが送れるようになるようです。まあ、これもね、期待できますかね。で、次にね、連絡先アプリという形で、Apple Watch にね、連絡先アプリがね、追加されて、連絡先の閲覧追加、編集、連絡先の共有がアプリで直接行えるようになるようです。これもね、より便利になったのかなというふうに思いますね。で、メッセージね、絵文字を使ったメッセージがね、送信可能になるようです。で、Apple Watch のね、メッセージアプリでね、絵文字を使ったメッセージを送信できるようになるという形なので、以前こちらの動画でね、メッセージアプリもね、やってますので、まだ使ったことがない方はね、操作方法等をね、ここで見ていただければというふうに思います。で、次にね、再設計されたホームアプリという形で、ホームアプリはね、特定の瞬間に必要なアクセサリーやシーンへのより便利なアクセスと、部屋ごとにアクセサリーを制御する機能を提供しますと。で、ホームキット対応のカメラを持っているユーザーは、ドアにいる人を手首で直接見ることができると。で、Apple Watch ユーザーはインターコムをタップして、ホームポッド、ホームポッドミニ、またはその他の個人用デバイスを介して、家全体、または個々の部屋にメッセージを素早くブロードキャストすることもできるようです。このホームキットはちょっと気になりますね。まあ、使えるようになったらね、動画にしたいなというふうな思いもありますので、ぜひね、ご期待ください。で、次にね、アスティブタッチという形でですね、これはね、前回ね、動画にしてるのがありますので、ぜひね、これもね、見ていただければと思います。そこでね、詳しく述べております。で、ウォレットのね、強化というのがありまして、で、BMW のね、車の鍵をね、カーキにね、家の鍵、会社やホテルのチェックイン、ディズニーランドのチケットも可能になるらしいです。で、運転免許証や身分証も、まあ、身分証 ID っていうやつも管理できるようになるようなので、まあ、まずはね、アメリカからだと思うんですけれども、まあ、期待できるかなと思います。で、紹介したね、機能はね、機能によっては日本ではね、開始しない、あるいはね、遅れるものもあると思いますので、まあ、その点はね、ご注意ください。で、またね、詳細ね、この内容の詳細を知りたい方はね、概要にね、Apple ね、の、本社なんでね、英語なんですけど、リリースがね、ありますので、URL からね、ぜひご覧ください。ちょっとしたね、お得情報ですけれども、で、ちょっとだけね、先にね、壁紙だけね、気分だけ iPhone のね、壁紙がね、公開されてますので、もしね、僕もちょっと入れてみました。気分だけね、味わいたい方はね、概要欄にね、URL 貼っとくので、そこからね、ダウンロードされたらいいと思います。で、まだね、ハードウェアに関してのね、Apple Watch の7とか8とかのね、噂もね、発売される前にね、ちょっとやってみたいなと思ってますんで、またそれもね、動画しましたらぜひご覧ください。それではね、今回もね、ありがとうございました。またね、
ぜひね、他の動画もね、ご覧いただければと思います。チャンネル登録もね、よろしくお願いします。じゃ失礼します。See you!